ガイシルは三兄弟の末っ子で、上の二人と比べると明らかに学校の成績が悪かった。高校の頃友達三人が家に泊まりに来た際にガイシルの家族を見て、お前だけ失敗作なんだなと言った。ガイシルは若造の頃に毎週末ゲーセンで遊んで朝帰りして、日中寝て夕方から朝までゲーセンでゲームするヤバいやつだった。ガイシルの兄は専門学校卒業後家業を継ぐために修行という体で就職したら、対人関係で精神を病んで引きこもりになった。引きこもり期間は10年以上で、親の本棚にメンタルケアやスピリチュアルの本がめちゃくちゃ増えた。姉は容姿端麗のおしゃれレディだったが、実は低所得で浪費癖がひどく借金まみれだった。親の私物を売ったりガイシルの部屋からポケモンカードをパクって売りさばいていたことがバレてその現場を抑えたが、知らない。何それ知らないの一点張りで乗り切ろうとする化け物だった。高卒で働いて遊んでばっかりのガイシルはいつの間にか、兄弟で一番まともだと言われた。